サンビーチ、日光川のエントランスサンビーチ、日光川は愛知県名古屋市港区の南西部にある市営のプールである。サンビーチ、日光川は港区藤前5丁目の日光川公園内にある。日光川公園は藤前流通業務団地の一角に整備された公園である。4年の後期を経て1994年6月25日より営業を始めた。 財団法人名古屋市緑の協会が管理しているが、2014年度から2017年度までの4年間は、指定管理者として、PMA3 ビーチ、日光川に運営を委託している。特徴としては、日本国内において、最大級の水面積の淡水プールであることを挙げている。名古屋のワイキキビーチと自称し、砂浜を備える3種類のプールから構成される。また、園内には、 プールのほか、飲食店などの設備も備わっている。サンビージ、日光川は夏季のみ営業だが、周囲の日光川公園はオフシーズンでも利用できる。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で営業を中止した。2021年度末に閉鎖されることが各社より報道された。2021年3月21日、 3月28日放送のテレビ愛知のアニメ、八十カメちゃん観察日記内でサンビーチ、日光川が登場した。サンビーチ、日光川のプールはどれも遊戯用のため、水泳の練習には不向きである。プールへの入場料金として大人1500円、小中学生700円と設定されている。また、名古屋市内在住の65歳以上の高齢者に、 限って500円の割引料金がある。未就学児童については入場料がかからない。入場券については、ファミリーマートセブンイレブンにおいて事前購入が可能となっている。バス停仙台橋の収容能力を持つ駐車場を備えるが、バスでの来園を推奨している。バスは、名古屋市営バスと三重交通バスの2事業者が、日光川公園内にサンビーチ。 日光川停留所を設置している。名古屋市 a バスは、名古屋市 A 地下鉄名港線港区役所駅から、道線東海通り駅及び、名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線名古屋、競馬場前駅を経由する、東海12号系統を運行している。また、三重交通バスは、名古屋駅所在の名鉄バスセンターから、名古屋市 A 地下鉄名港線六番町駅を経由する、 系統を運行している。さらに2018年5月7日に同社が実施するダイヤ改正に伴い、名古屋駅とイオンモール、名古屋茶屋を結んでいた名古屋南洋高速線が3ビーチ、日光側まで延長される。自家用車の場合は国道23号の藤前流通団地インターチェンジからアクセスできる。駐車場はプール営業期間中については、 普通自動車500円、自動二輪車300円、大型自動車2000円の駐車料金が設定されている。ありがとうございます。